ステルのキッチンでお米を炊きたいと思います。あとお味噌汁も作りたいと思います。で、使うのがこの炊飯器の釜なんですけど、めっちゃ大きいですよね。最大10カップまでいけます。あとこれはさっき買ってきたお米で、まあ、こういう感じでジップロックに入って米が売ってるんですけども、まあ、$3.99、まあ、約4ドルでした。なんで、だいたい350円ぐらいですね。結構安く買えたかなって思います。で、計量カップはこの2分の1カップが測れる、ホステルにあったこの計量カップ使っていきたいと思います。お水は、お米1に対してお水2です。ここに使い方が書いてあります。で、さっきの、研いだお米を今セットしてある状態です。2合研げました。この蓋も、きれいにしました。45分後にお米が炊けるかなと思います。にしても立派な炊飯器
ですね。うまく炊けますよね。Oh, yeah, it is. It is good. It smells good too. Yeah.